ホーム、今津駅は、大分県中津市大畑今津畑古屋にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。単式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。もともとは、2面3線の追い抜き可能な、駅構造であった。その抽選を撤去されて2面2線の単式ホームになった、駅構造である。下り列車進行方向に向かって、 左側に1937年地区の木造駅本屋がある。2015年3月14日のダイヤ改正に合わせた JR 九州の無人化計画で大分県内の対象となった。それを受けて中津市が自宅する簡易委託駅となることになった。IC カード守護課は出入場とチャージのみ対応。 1965年度には、乗車自民が318,538万人、降車人員が325,152人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。しかし、乗車自民が1996年度の10万917人から1997年度には 92, 9万2,179人に、 校舎人員が10万2001人から9万3467人となり、乗校者ともに年間10万人を下回った。2015年度の乗車人員は4万9464人、校舎人員は4万8283人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、 年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。中津市郊外の住宅地。ありがとうございます。